タイムトラベラーは空想上のものではない。世界的に有名なあの人が実はタイムトラベラーだった?ようこそ、ナビゲーターのルカです。突然ですが皆さんは過去や未来に行ってみたいと思ったことはありますか?歴史上の人物に会ってみたい。ハイテクノロジーの近未来を見てみたい。昔に戻って自分が別の未来を選ぶ手助けをしたい。誰しも一度はそんな妄想をしたことがありますよね。そんな私たちの気持ちを表すかのように、時間を自由に行き来できるタイムトラベルは多くの SF 作品やアニメの題材にも使われています。しかし現実問題、私たちは決められた時間の流れの中で生きています。刻一刻と進む時間は皆平等で、そこに人種や性別、年齢や貧富の差などは全く関係ありません。それが分かっているからこそ、私たちは不老不死やタイムトラベルなど、時間の流れにとらわれないものに惹かれるのでしょう。そんな憧れだけの絵空事だと、誰もが思ってきたタイムトラベル。しかし近年、理論上タイムトラベルは可能だという学者たちが現れ、話題になっています。今回はタイムトラベルについて掘り下げつつ、とある有名なタイムトラベラーの正体に迫っていきたいと思います。タイムトラベルは実現可能?今まではフィクション、すなわち作り話の中でのみ存在すると思われてきたタイムトラベル。しかし、現在の技術を用いれば理論上タイムトラベルは可能だと言われています。アメリカ、オハイオ州立大学に所属する宇宙物理学者ポール・サッター氏は、もし高速で移動可能な宇宙船を作ることに成功し、その宇宙船で地球から遠ざかると、それに乗った乗員は地球上にいる人々よりも早く未来に移動する、という自身の見解を述べました。時間は速度や重力の影響を受けるというのです。そもそもこの理論の元となった概念は何百年も前に考え出されたもので、提唱したのはなんと皆さんもご存知のアルベルト・アインシュタインです。アインシュタインが提唱した相対性理論では、時間の流れは速度や重力の影響を受けます。それを応用して考え出されたのがタイムマシンです。理論上、超高速で地球から離れることができれば、その移動者は地球上にいる人々に比べ、時間の流れがゆっくりになるというのです。この理論上の話を現実のものにするべく、タイムマシン開発に人生を捧げた研究者もいます。アメリカの天文物理学者のロナルド・L・マレット氏です。マレット氏は自身についてこう言っています。タイムマシン開発の基礎になる数々の科学方程式や科学原理を生み出してきた。この根底にはアインシュタインの特殊相対性理論と一般相対性理論があるのだとか。またマレット氏も時間と速度の関係について言及しています。例えば、宇宙飛行士と我々地球上にいる人間では時間の流れ方が異なるそうで、地球に戻ってきた宇宙飛行士たちは地球を離れてからわずか 2,3 歳しか年をとっていないように感じるが、地球上では数十年も経過している、と、浦島太郎現象が起きるというのです。しかし、今までのサッター氏やマレット氏の主張はどれも未来に行くことに限ったもので、過去に戻ることはそう簡単なことではありません。過去の時空間に行くためには高速を超える速度が必要ですが、アインシュタインの特殊相対性理論では高速を超えることは不可能なので、必然的に過去へ遡ることも不可能という結論になると言います。また、万が一過去に遡れたとしても過去を変えることはできないと主張する物理学者もいます。その最も有名な例が親殺しのパラドックスです。仮にタイムトラベルで過去に行き、子を持つ前の自分の親を殺した場合、自分がこの世に存在しないことになるため、そもそも過去へ遡り、殺人を犯すことが不可能になるという理論です。前述したサッター氏も過去へのタイムトラベルについては難色を示した一人でした。しかし、マレット氏は過去へのタイムトラベルも決して不可能ではないと主張します。どうやら過去に戻る鍵は地球の重力にあるそうで、アインシュタインの提唱した一般相対性理論では、重力とは単純な力ではなく、巨大な物体によって生じる空間の歪みを指すとのこと。空間を歪められれば、空間を曲げることも可能。そう述べたマレット氏は、時間をループ上に曲げることができれば、未来や過去にも行けると主張しました。なんだか小難しい話になってしまいましたね。何にせよ、現状タイムマシンは存在しませんが、将来的に考えれば、絶対不可能というわけではない、ということは分かっていただけたかと思います。現代を生きる私たちはまだ、未来や過去に行く術を持っていませんが、もしかすると街ですれ違う人の中には未来からやってきた未来人が混ざっているかも。そう考えただけでワクワクしませんか？伝説のタイムトラベラー。実現不可能とは言い切れないタイムトラベル。実際、タイムトラベラーだと自称する人は今まで世界中に何人もいました。その中でも伝説のタイムトラベラーと称されるジョン・タイターについて今回は見ていきたいと思います。タイムトラベルに興味がある人ならば一度はこの名を耳にしたことがあるのではないでしょうか。ジョン・タイターは2000年11月、インターネットの掲示板に突如現れました。彼の書き込みによると、タイターは1998年生まれのアメリカ人の白人で米軍に所属しており、とある任務で36年後の未来から現代にタイムトラベルしてきたのだとか。タイターは未来から来た証拠としてタイムマシンの設計図と写真を掲示板にアップしました。写真は車にタイムマシンを設置した画像で、タイター曰く彼が乗ってきたタイムマシンは2034年にセルン、欧州原子核研究機構が試作品第1号機を製作した後にゼネラルエレクトリック社が開発した試作機だそう。タイターが公表した設計図自体も専門家を納得させるものでした。しかし、彼の存在を懐疑的に見る人もいました。2000年当時、世界のインターネット普及率は 6.5% でしたが、アメリカに限れば約 43% と半数近くに及ぶほど、インターネットがものすごい勢いで一般市民に普及し始めていた時代でした。そういった時代背景もあってか、タイターの存在は、インターネットの普及により生み出されたフェイクだ、との意見も聞かれました。むしろその意見の方が普通だったのかもしれません。しかし、ジョン・タイターの言葉には、人々の心を引きつける何かがあったのです。タイター出現から約4ヶ月後の2001年3月24日、予定の任務は終了したので、2036年の世界に帰還する。この言葉を最後に、彼は再び姿を消しましたが、それまでに数多くの予言を掲示板に書き込みました。彼が本物のタイムトラベラーだと信じる者がいるのは、その中の予言で当たったものもあるからです。例えば2001年のペルー地震は、タイターの書き込んだ予言の約4ヶ月後に起き、その他にも2003年のイラク戦争や狂牛病、2005年のローマ教皇の交代などもその一つです。また、日本がエゾ共和国、政府管理区域立ち入り禁止、新大和公国の3つに分裂するとの予言もありました。実際には違う部分も多くありますが、政府管理区域立ち入り禁止には東北も入っており、確かに現在も一部立ち入り禁止区域があることは合致します。ただし、当たらなかった予言が多いのも事実です。これには、タイターが過去に戻る理由となった軍の任務が関係しているとのこと。タイターが過去に戻った理由、それは最悪の未来を変えるためだったというのです。タイターが変えたかった最悪の未来。タイターがいた世界線では、2015年にロシア連邦がアメリカや中国、ヨーロッパの主要都市に核爆弾を投下。それにアメリカが反撃したことで核戦争、つまり第三次大戦が勃発したそうです。戦争自体はごく短期間で終焉を迎えましたが、生物兵器や化学兵器も使用され、致死性が高いニュータイプの兵器も登場し、世界中で命を落とした人は約30億人にも上ったといいます。まさに世界は最悪の地獄絵図と化したのです。そしてこの世界大戦をきっかけに、世界中のほとんどの国が社会主義国家になり、アメリカの外交権が麻痺、力を増した中国が日本や韓国、台湾を強引に併合したり、戦争によってオーストラリアやヨーロッパ諸国も半壊状態になったりと、世界中に傷跡を残したのだとか。これが現実に起こりうることならば、タイターの言う通り、変えたい最悪の未来であることは間違いありません。しかしご存知の通り、この予言は外れています。正確に言えば、現時点ではです。なぜならタイター自身、未来を書き込むことで、2.5% 世界線がずれる。同じ世界に見えるが、少し違う世界線に来る。と言っていたからです。人は未来を知ると、本来とは違う行動に出ることがあります。一人一人が少しずつ違う選択をし、その一つ一つの少しのズレが重なり合うことで、未来にズレが生じ、違った世界線が訪れるというのです。これこそがタイターが過去に遡り、私たちに未来で起こる出来事を教えた真の目的でした。この話が真実だとして、何よりも恐ろしいのは、タイターの言う通り、世界線が少しずれただけだとすれば、予言が完璧に外れたとは言い切れないところです。現在、幸いにも世界大戦は起こっていませんが、残念なことに、2022年ロシアとウクライナ、2023年イスラエルとハマスのように戦争が起きています。ここまで大規模で長期的な戦争が起こるとは、少し前まで誰も思いもよらなかったのではないでしょうか。また、近年ニュースでも取り上げられているベーシックインカムについても注目すべき点です。ベーシックインカムとは社会保障の一つで、政府が全国民に生活に必要なお金を一定額支給する制度です。世界各国で導入するか否かの議論がなされています。社会主義色が色濃いこの制度、世界中で導入されれば従来通りの社会主義ではないにしろ、タイターが言った世界のほとんどの国が社会主義になるという言葉も外れたとは簡単に言い切れない事態になりますね。ジョン・タイターの正体。ここまで来ると、ジョン・タイターとは一体何者なのか、皆さんも気になってきたのではないでしょうか。実はタイターの正体は、世界的な著名人であるというとんでもない噂が存在するのです。その人物はなんと、アメリカ元大統領、ドナルド・トランプ氏です。あまりにも突拍子もない話なので、すんなり受け入れられる人は少ないでしょう。しかし、火のないところに煙は立たない。ということで、噂の根拠を見ていきましょう。まず、この話をする上で、重要人物が2名登場します。天才発明家、ニコラ・テスラ氏と、トランプ氏の叔父、ジョン・ジョージ・トランプ氏です。テスラ氏は蛍光灯、太陽光発電、ラジオ、リモコンなど、現在も世界中で使用されている製品の生みの親で、その研究はフリーエネルギーや反重力からタイムトラベルまで多岐にわたっていたといいます。時代を先取るテスラ氏は異端児とも呼ばれていましたが、その力量はエジソンに並ぶとも称され、まさに天才でした。彼が没したのは1943年、ニューヨークのホテルの一室で一人静かに息を引き取ったそうです。マニアの間では有名な話ですが、テスラ氏の死後、FBI は彼の研究資料を没収し、調査を開始しました。その調査に関わったうちの一人が、トランプ氏の叔父、ジョン・ジョージ・トランプ氏だったのです。ジョン氏もまた、電気技師、発明家、物理学者という肩書きを持ち、アメリカ国家科学賞を受賞するほど優秀な人物で、全米技術アカデミーのメンバーでもありました。そんなジョン氏、実はテスラ氏の研究資料の中からタイムマシンの設計図を偶然発見したのではないかという噂が存在します。そして、かねてより親交のあった甥、トランプ元大統領にその情報を共有したのではと言われているのです。ではなぜタイムトラベラーが叔父本人ではなく、甥っ子のトランプ元大統領と言われているのか、それはトランプ元大統領の言動にありました。トランプ氏は大統領になってからもかなり過激で破天荒な言動を繰り返し、世界中の人々の注目を集め続けました。物議を醸す言動を続けたトランプ氏と、世界大戦回避のため過去に戻ったジョン・タイター、一見共通点が全くない2人のように見えます。しかし、こうも考えられるのです。トランプ氏があえて派手で目立つ言動をしたことで、大幅に未来を変えることに成功。そのおかげで最悪の未来を回避できたと。こじつけのように聞こえるかもしれませんが、以前からトランプ氏が複数の偽名を使用していたことは有名です。偽名の使用は1980年代からあったとされ、現在判明しているだけでも、ジョン・バロン、ジョン・ミラー、キャロライン・ガレゴ、マイケル・コーエンなどが挙げられます。こういった経緯もあるため、仮にインターネット上で偽名を使っていても、何ら不思議はないのです。では、何のためにジョン・タイターを名乗ったのか、その目的は、IS の力を削ぎ、世界大戦を避けるためと言われています。もちろんこれに対し、飛躍しすぎた意見だ、との声もあります。トランプ氏は、世界的に見てもかなりの大物ですし、あんなに目立つ存在がタイムトラベラーだなんて、簡単に信じろという方が難しいでしょう。しかし、この仮説には、驚くべきことに科学的根拠もありました。ある陰謀論者が精神分析家に分析を依頼したところ、トランプ氏の発言とジョン・タイターの書き込みを比較し、率直さ、そやぶり、攻撃性などからして、ほぼ同一人物である、と結論付けたのです。トランプ氏は自身の集会で、核兵器の恐ろしさを叔父からよく聞いた、とも話しており、核を人一倍恐れていた印象があります。もしかすると、それは聞いた話だけではなく、自身が未来で実際に核戦争を経験したから。そう考えると、トランプ氏のジョン・タイター説も説得力が増すように感じてしまいますね。1000年前にも存在したトランプ氏？トランプ氏がタイムトラベラーだと言われているのは、ジョン・タイターの話に限ったことではありません。2018年、とある発見が話題になりました。大昔に作られたはずの巨大タペストリーにトランプ氏らしき人物が描かれていたのです。そのタペストリーが作られたのはおよそ1000年前、ノルマンディー公ウィリアム1世によるイングランド征服が描かれたものでした。その人物は赤いガウンを羽織っており、金髪でその横顔は確かにトランプ氏に似ています。さらに驚くべきことに、その人物のポーズがトランプ氏がよくする人差し指を立てる姿だったのです。また、右手はトランプ氏を揶揄するとき用いられるスモールハンズ、小さい手で表されていました。服装やポーズからも一介の兵士には見えず、明らかに人の上に立つ人、指導者のように見えます。元アメリカ大統領であるトランプ氏とここまで類似点が多いのはただの偶然でしょうか。もしかするとトランプ氏は、この現代だけでなく、様々な時代に遡り、私たちの知らないところで世界を救っているのかもしれません。もちろんどの話も決定的な根拠はありません。トランプ氏の正体がジョン・タイターなのか、ジョン・タイターは本物のタイムトラベラーなのか、真実が白日のもとにさらされる日は来るのでしょうか。信じるかどうかは皆さん次第ですが、ジョン・タイターが語った最悪の未来を避けるべく、現代を生きる私たちは、今こそ世界中で力を合わせるべきなのかもしれませんね。タイムスリップは突然に？ようこそ、ナビゲーターのルカです。量子力学を勉強した人なら誰でも知っている二重スリット実験。この実験では、観察という行為により結果が変わります。どういうことかというと、観察という行為をすることで現象を物質化し、何もないところに想像力を働かせて全てを作り上げるということです。二重スリット実験から思うことは、この世界は非常に謎めいているということ。常識では説明できないような奇妙な現象は昔から数多く起こっているのです。その一つがタイムトラベル。この概念は科学的に考えると様々な問題点があり、現在の科学力でも実現できないと言われています。問題点の一つは、宇宙規模で考えるならば地球だけではなく銀河も宇宙を動いているとすると、タイムトラベルを行っても同じ場所に地球や銀河が存在しているとは限らないということ。そうなると、かなり緻密な計算をしてその通りのシステムを作らなければタイムトラベルによって何らかの目的を果たすことは不可能でしょう。やはりタイムトラベルは夢のまた夢で SF 小説や映画の中だけの話だったのでしょうか。実はそんなことはありません。技術的な限界はありますが量子力学的に見ればタイムトラベルは可能になります。私たちは意図しなくても時間を移動しているかもしれないのです。実際にタイムトラベルを経験した人の体験談を聞くと私たちが思っているタイムトラベルの概念さえ間違っているのではないかと思えてきます。むしろその体験談が真実を語っているといった方が正しいかもしれません。え、タイムトラベルの経験者がいるの？と思った方も多いのではないでしょうか。そうです、タイムトラベラーは実在したのです。今回は経験者の体験談を聞きながらタイムトラベル事件の真実に迫っていきましょう。中世に移動したタイムトラベラー。オカルト史上最も有名な事件、それはモーバリー・ジュールダン事件でしょう。別名トリアノンの幽霊とも言います。モーバリー・ジュールダンとは事件の主人公である2人の女性の名前です。モーバリーはシャーロット・アン・モーバリー、ジュールダンはエレノア・ジュールダン。2人ともイングランドの名門校で教師を務めていました。モーバリーは裕福な家庭の出身、父親はウィンチェスターカレッジの校長を務めた教育者で、彼女自身もオックスフォード大学セントヒューズカレッジの学長に就任しています。ジュールダンもモーバリーからカレッジの運営補佐を依頼され副学長に就任しています。そんな立派な人物である彼女たちが奇妙な事件に遭遇することになるとは誰が想像したでしょうか。事件は1901年に起こりました。この年2人はパリで何日間かの観光旅行に出かけフランスにあるベルサイユ宮殿の離宮であるプチトリアノンを訪問することになりました。ベルサイユについて詳しい知識のなかった2人はベルサイユで短い時間を過ごした後プチトリアノン宮殿へ行く計画を立てました。プチトリアノン宮殿は宮廷の喧騒から逃れるためにマリー・アントワネットが一人で過ごした宮殿。宮殿の中でマリーが最も愛した場所でした。二人はまず樹木の間の小道をしばらく歩き、グラントリアノンにたどり着きました。ところが途中で道に迷ってしまいます。そうしていると彼女たちに突然悲しい気持ちや不快な気持ちが押し寄せてきました。芝生の生えた幅の広い車寄せの道に出た時、モーバリーは無人で打ち捨てられている農家の建物と古い方の隙が転がっていること、そして細い道の曲がり角に立っている建物の窓から一人の女性が白い布切れを振っているのに気づきました。3方向に分かれる分かれ道に行くと真ん中の道の少し先の方に男性の姿が見えました。角帽をかぶり灰色のフロックコートを着ている姿はまるで歴史上に登場する役人のようだったそう。彼女たちはその道を選んでいき、男性に道を尋ねました。返ってきた答えは、まっすぐ行け。そこで彼女たちは言われた通りまっすぐ行くと、次第に夢の中で歩いているような、重苦しくて気が塞がるような感覚を覚えました。それでもしばらく歩き続けると、ある建物の階段に黒の厚いコートを羽織り、つばのついた帽子をかぶっている男性が座っていました。ゆっくりと顔を向けた男性は暗い表情を浮かべており、しかも天然痘のアバタだらけだったのです。さらに彼にはまるで彼女たちが見えていないような感じだったそうです。なぜか不吉な感じがしましたが、何が不吉なのかは2人とも分かりませんでした。そこへ突然、昔の絵画に描かれる人物がしているような髪型の男性がモーバリーたちの前に姿を現しました。彼はそこを通っちゃいけません。ここを通って、その建物へ行きなさい。と、道案内しました。それは、かなり変わったフランス語の発音だったといいます。そこで二人が小さな橋を渡り、細い道を歩いていくと、プチトリアノン宮殿の庭園にたどり着きました。そこでは、一人の女性がスケッチをしていました。彼女は、白い帽子をかぶった古風な格好をしていて、魅力のある顔というわけではありませんでしたが、どちらかといえば美しい顔立ちをしていました。最終的に彼女たちはトリアノン宮殿の近くを通る車道に行き着きました。すると、今まで感じていた不快感が突然消えて、同時に目の前が今まで見かけなかった観光客で溢れ返っていたそうです。一連の出来事は二人にとって奇妙な出来事でした。自分たちが出会った人々は見た目からして過去の人物に違いありません。二人はプチトリアノン宮殿でタイムスリップし、マリー・アントワネットと同じ時代に生きた宮殿関係者を見たのです。でも、過去にタイムスリップするなんてそう簡単に起こるはずがありません。だから全てが不思議に感じたと2人は述懐しています。事件から1週間後、モーバリーはパリ旅行での出来事を故郷への手紙に綴りました。その間にも彼女はあの日の午後に感じたのと全く同じ、夢の中のような塞がった気分にとらわれてしまいます。そこでジュールダンにプチトリアノン宮殿に幽霊が出ると思っているかと聞きました。するとジュールダンはそう思っていると即答。でも二人はどこまで同じものを見たのでしょうか。それを確かめるため3ヶ月後、二人は別々にトリアノン訪問時の体験を文章に書き留め、トリアノンの歴史について調べてみることにしました。分かったのは二人がトリアノンを訪問した日が歴史的な出来事のあった日であるということ。ちょうど109年前にあたる1792年8月10日はトゥイルリー宮殿が襲撃され、スイス衛兵が大虐殺されていたのです。また、多くのフランス人が宮殿でマリー・アントワネットの幽霊に遭遇したことも分かりました。二人はプチトリアノンの庭園でスケッチをしていた女性は、容姿からしてマリー・アントワネットだったことに気づきました。さらに、道中で見かけたアバタ顔の男性は、マリー・アントワネットの側近の一人であるヴァン・ド・ルイユ伯爵の肖像画とそっくりで、実際、ヴァン・ド・ルイユ伯爵は天然痘を患い、顔はアバタ面をしていたようです。10年後の1911年、彼女たちはこの体験を著書「アン・アドベンチャー」の中で詳しく記し、出版しました。世間の関心は高く、彼女たちの体験が世の中に広く知れ渡ることになりました。そして、世間の反応は様々でした。二人の体験は心霊現象なのか、タイムスリップなのか、様々な議論がされることに。中にはタイムスリップは二人の作り話であると、懐疑的な見方をする者たちもいました。二人がレズビアンな感情から官能精神病を発症し、妄想を共有していた可能性があるという人さえいました。しかし、教師である二人は、作り話をして世間を騒がせるような人ではありません。それは彼女たちの経歴を見ても明らかです。また、二人の目撃した人々は現実的であるため、それが幽霊や妄想だとは思えなさそうです。では、二人はタイムスリップしたのでしょうか。そうだとしても、なぜタイムスリップが起きたのか、どうやって元の世界に戻ってきたのかなど、疑問点の多くは残ったままです。タイムズスクエアに現れたタイムトラベラー。これはあるタイムトラベラーのお話。タイムズスクエアのあるアメリカよりむしろヨーロッパで名が知られた伝説とも実話とも言われている話です。時は今から70年以上前、1950年6月の夜11時過ぎ、タイムズスクエアはいつものように活気にあふれていました。その時、どこからともなく一人の男性が道路に現れました。その男性はタイムズスクエアの雰囲気から浮いていました。30代という若い見た目だったのですが、髭も服も明らかに古い時代のものだったからです。緑色の帽子に上質なスーツ、季節外れの重厚なコート、19世紀の男性の一般的な服装です。通行人たちは、男性が突然現れたのを見てパニックになったと言います。ところが、それよりも前に男性自身がパニックに陥ったらしく、慌てて走り出していきました。多くの車が走行しているにもかかわらず、車道に走り出た結果、運悪くタクシーにひかれ、彼は命を落としてしまいました。その後、警察による調査が行われました。彼の身元を証明するものはありませんでしたが、財布には古い時代のお金が入っており、彼に宛てられたものだと思われる手紙もありました。その手紙には、ルドルフ・フェンツという名前が書かれており、1876年の消印が押されていました。もうだいぶ昔のものなのに、お金も手紙も新品同然のように劣化していません。警察が調べたところ、1939年の電話帳に彼の名前が載っていました。警察にはそれが意味するところがわかりませんでしたが、ひとまずその番号に電話してみました。すると幸運なことに、その電話番号は今でも使用されていたのです。電話に出たのは彼の息子の未亡人だという女性。女性は家族から聞いたという話を語ってくれました。話を聞けば、彼女の養父にあたるルドルフは1876年にタバコを吸ってくると言って外出したまま行方が分かっていませんでした。妻と幼い息子は突然姿を消した彼を必死に探しましたが見つからず、家族が捜索願を出していたということでした。そして1950年のタイムズスクエアに突如現れたことで、彼が存命だったことが分かったのです。不思議なことに、彼の見た目は30代で、失踪した当時の外見と服装のままでした。ルドルフ・フェンツは74年間も行方不明になっている間、どこをさまよっていたのでしょうか。そして、なぜ忽然とタイムズスクエアに現れたのでしょうか。それを唯一知る本人が車にひかれて亡くなってしまったため、真相は迷宮入りとなってしまいました。多くの人々は、ルドルフ・フェンツは時空の歪みに入り、1876年から1950年にタイムスリップしたと考えています。というより、そのように考えるしかないというのが正しいのかもしれません。彼がどのように時空の壁を越えたのかという問題は誰にもわからないままです。しかしこの話は1951年に SF 作家のジャック・フィニーが発表した創作との説もあります。民族学者のクリス・オーベック氏が2000年頃に真相を追求しています。それによると、ルドルフのタイムスリップの話が広まり有名になったのは、1972年の雑誌に掲載されたことがきっかけでした。その雑誌は、ラルフ・ホランド氏が著した1950年代の本から引用したものでした。では、ラルフ・ホランド氏はどこから情報を得たのかというと、別の本を参考にしたとのこと。これら以前の新聞記事が存在したとの証言もありますが、情報源がはっきりしませんね。実際にこの事件が起こっていて、人づてに話がどんどん伝わり、ホランド氏が誰かから聞いて本にまとめ、それが雑誌に掲載されたと考えるのが一番すっきりするような気がしますが、どうなのでしょうか。アメリカではその後、この話は実話だという噂が広まり、今なおポピュラーな都市伝説として語られています。いかがでしたか？今回は2つのタイムトラベル事件をご紹介しました。共通するのは、両者とも意図せずタイムスリップしていたこと。タイムスリップは全く予期していない時に突然起こるものなのでしょうか。私たちもいつかどこかの場所でタイムスリップを経験するのかもしれません。ひょっとしたら私たちはすでにタイムスリップしていて、でもそれに気づいていないだけなのかもしれません。私たちは常識にとらわれすぎて、目の前の現象も全て常識の範囲内で捉えようとしているに過ぎないかもしれません。ここで思い出してほしいのが、冒頭にお話しした二重スリット。すべてが私たちの観察という行為から成り立っているなら、すべての概念を取り払ったとき、真相が見えてくるのかもしれませんね。あなたの前に突然タイムトラベラーが現れ、この世界は近い将来なくなってしまう、なんて言われたらどうしますか？しかも今平和に暮らしている私たちの世界がなくなってしまうとしたら。ようこそ、ナビゲーターのルカです。突然ですが、あなたはタイムトラベラーの存在を信じていますか？タイムトラベラーとして思いつくのは、おそらく青い猫型ロボットでしょう。小学校の男の子の机の中から青いロボットが出てきて、未来から君を助けに来たという話ですね。しかし、今回お話しするのはそんなファンタジーなことではありません。私たちにとって未来は全くわからないものであり、10年後、1年後、ましてや明日、何が起こるかなんて想像することしかできませんよね。そんな私たちがまだ行ったことがない未来に行き、このような感じで世界はこうなるなんて話をされても信じる人は非常に少ないことでしょう。しかし、とある TikToker が未来を見てきたという話が浮上しました。しかもその未来とは2027年、今から約4年後のことなのです。近い将来、私たちに何が起こりうるのか、その TikToker が見た光景とは一体どのようなものだったのか、今回はとあるタイムトラベラーが見たとされている未来についてお話ししていきましょう。タイムトラベラーとは、そもそもタイムトラベラーとはどのようなものを指すのでしょうか。タイムマシンを使用して動く人なのか、それとも他の方法を利用しているのか、はっきりしたことは分かっていません。まずはタイムトラベラーそのものから紐解いていきましょう。タイムトラベラーとは通常の時間の流れから独立して過去や未来へ行き来できる人のことを指します。この言葉はタイムトラベルから来ていて、SF 文学や映画などのフィクション作品を題材として用いられるようになっていきました。タイムトラベルという概念は非常に難しいものがあります。それは未だ実証されていないということ。科学的に見ると様々な問題点があり、今の科学力では不可能だと言われています。時間の概念は崩せないものであり、そこを独立して行き来するのには無理があるのです。確かにフィクション作品では可能なように描かれていますが、科学的根拠は全くなく、タイムトラベルに成功した事例は現在までで0件となっているのです。しかしながら一定周期でタイムトラベルしたと豪語する人が現れています。それは一体どういうことなのでしょうか。自称タイムトラベラーの謎。冒頭に説明した通り、2027年にタイムトラベルしたと豪語する人物が現れました。その人は有名 SNS の TikTok で配信をしている TikToker のハビエル氏という方です。この方は現在から2027年にタイムトラベルした現代に戻れなくなってしまっているという趣旨の動画を上げ続けています。ハビエル氏はスペイン人のようですが、未来のスペインの様子を現在でも撮影し配信し続けているのです。以前からハビエル氏は人類の滅亡はほんの数年先と警告をしており、そのような内容をまとめては SNS 上に公開しています。一体この話には信憑性があるのでしょうか。一つずつ解説していきましょう。ハビエル氏が2027年にタイムトラベルしてしまった理由とは。ある日のこと、スペインのバレンシアにある病院で目を覚ましたハビエル氏。しかしいつもとは違って非常に静かなことに驚きました。医師や看護師を呼んでも誰も来ることはなく、自らの足で立ち、窓から外を見渡します。すると、いつもなら多くの人が行き交っていて騒がしいはずのバレンシアに誰一人いなかったのです。しかも、建物に隠れているのかと思いきや、家の中にも誰もいません。一目散に走り、誰かいないかと叫び回ったそうなのですが、誰一人として出てくることはなく、亡骸があるというわけでもありませんでした。驚くべき事実はこれだけではありません。ハビエル氏は自分の名前や住所、自分がどういうふうに生きてきたのか忘れてしまっており、バレンシアには多くの人がいたという情報だけが頭に残っていたのです。とっさに電子機器を見ると、2027年と表示されていて、タイムトラベルしてしまったことにようやく気がついたそうです。その後、病院で目を覚ました数日後、ハビエル氏は偶然にも手紙を見つけました。手紙の内容からは自分がJESP8827 実験の被験者であるということのみが記載されており、非常に困惑します。その実験を調べると、2021年と2027年をタイムトンネルのようなものでつなぐ実験であることが判明しました。実験は失敗に終わり、ハビエル氏はタイムトラベル先から派生した人も動物もいないパラレルワールド的な世界に閉じ込められてしまったというわけです。ちなみにパラレルワールドの世界で Google スマートスピーカーに話しかけると、現在は2027年ですと答えたようで、 Google はしっかり動いているとのことでした。不審な点が多く存在している。ここまでハビエル氏の体験談を聞いてどう思いましたか？パラレルワールドの世界ってこんな感じなんだと思う反面、辻褄が合わない部分も多くあるのに気がついたと思います。ではこの話の不審な点をいくつか解説していきましょう。1、自分のことを忘れているのに街のことだけ覚えている。ハビエル氏はこう言いました。自分の名前や住所はわからない。しかしバレンシアがこんなに静かでないことは覚えていると。果たしてこのようなことがあり得るのでしょうか。自分の名前どころか出生地すら不明、どのような家族構成で何歳かも覚えていない。しかし自分にハビエルと名付け、唯一の生存者として配信をするのにはいささか無理があるのではないでしょうか。しかも自分がいる土地がバレンシアだとすぐに分かった点も不思議です。本来なのであればどこなのか分からないという旨の話をしている方が自然な気もしますよね。後付けで私はスペイン人だと辻褄合わせのような発言をしていることも非常に気になります。2、なぜ SNS を開設できたのか。ハビエル氏はこの世界の異常さを SNS で発信して多くの人に知ってもらいたいと SNS を開設しました。しかし時空を超えて SNS を開設することは果たして可能なのでしょうか。しかも我々は2023年から見ています。未来がハビエル氏のような形になっていることを想定しても、なぜ4年前の私たちが見えていることになっているのでしょうか。素人から見ても電波や何かの障害で見れるものではないのではと勘ぐってしまいますね。3、なぜスマートスピーカーが動くのか。最大の謎は Google スマートスピーカーが動いているという謎です。人がいないのであれば当然のように電気は供給できないであろうと考えられます。電気を作る人がいないのですから当然のことですよね。しかしこの病院にはなぜか電気が供給されており、スマートスピーカーを使うこともできるし、スマートフォンを充電することもできています。一体この世界では誰が電気を作り出し、誰が電気を供給してくれているのでしょうか。しかもスマートスピーカーにはもう一つ矛盾点があります。それは2027年であるということを認知していることです。もし仮に2027年であるとするならば、先ほども説明したように SNS 上で私たちが4年後のことが見えているのに矛盾を感じます。4年もの誤差がありながら、なぜ配信することができているのでしょうか。4、ライブ配信を1回もしたことがない。 SNS でリアルタイムだと信じてもらうためにはどのようにしたらよいのでしょうか。それはライブ配信をすることです。視聴者である我々もライブ配信で見ることができたら信憑性が増しますよね。しかしハビエル氏は視聴者からこのような声が届き続けているにもかかわらず、ライブ配信をしたことはありません。もしかしたらライブ配信をすることによってバレてはいけない何かがあるのでしょうか。もしくはライブ配信ができない何らかの事情があるのでしょうか。これまでに投稿した内容とは？数々の不審な点がありながらも、ハビエル氏は現在でも多くの動画を配信し続けています。それは一体どのような動画の内容なのでしょうか。ハビエル氏が投稿する動画は、主にスペインの第3都市であるバレンシアで撮影されています。バレンシアは現在人口が約80万人で、非常に大きな都市であることがわかります。ハビエル氏はタイムトラベルした誰もいないバレンシアで、人気のない路地、駅、有名観光地、レストラン、美術館、空港、サッカー競技場などに行って撮影をしています。他にも驚きなのは、病院、消防署、警察署などの公共施設にも立ち入っており、そんなことをしたら捕まってしまうと思われるような場所でも撮影を続けているのです。しかもこの動画の全てに人は映っておらず、確かに人気も全くないようなのが伺えるのです。やはりハビエル氏の動画が話題となっている背景には、このように人気が全くないことが関係しているようです。はじめハビエル氏の動画を見た誰もが、ロックダウン中に撮影したのだろうと思っていました。視聴者たちは誰しもハビエル氏はネタでやっていると思っていたため、撮影する場所を指定したりしていたのです。しかし予想に反し、ハビエル氏はどんどん視聴者の願いを叶え、2027年はどうなっているのか動画を配信し続けていました。普段であれば入れないところや、人が絶対にいるであろうところにも潜入調査しています。先ほども説明した通り、公共のものに入っても人気がない、なんなら人が一切登場しないということに彼を信じる人が増えたことでしょう。こうしてハビエル氏は絶大な人気を誇る TikToker になっていったのです。ハビエル氏がどのようにしてここまで撮影を続けているのか。世の中ではハビエル氏への関心が非常に高まっており、どのように撮影をしているのかたくさんの議論が行われています。その中でもいくつか有力な説がありましたので、ご紹介していきます。1. 動画加工説。そもそもハビエル氏は2027年に行っておらず、動画加工によって映り込んでしまった人間を消しているという説になります。誰か協力者がいて手分けして加工しているのだとしたら、考えられなくもないことでしょう。現在の技術では可能なことであり、有力視されている説になります。しかし動画の更新頻度を考えると、一人の作業では到底追いつかないことが予想されます。なのでこの説を実証するには、ハビエル氏が何らかの組織で活動しているということが大前提になりますね。2. ロックダウン中の撮影説。先ほども出てきましたが、流行り病のロックダウン中に撮影したのではないかという意見が多数見受けられました。確かにロックダウン中は人が外に出ることを禁止されていたため、大都市バレンシアも静かになったことでしょう。しかしロックダウン中の撮影としては辻褄が合わない部分が出てきます。誰かいないかと声をかけながら移動していたことや、公共の建物に難なく入っていることを考えると、少し難しい気もしませんか？もしかしたら先ほどの説の方が有力なのかもしれません。3. 町おこし説。最後の説は町おこしのためにやっているキャンペーン説です。実際にハビエル氏の動画を視聴した人々はバレンシアを訪れており、観光客が急増しているようなのです。しかも公共の建物も町おこしのための協力があったとしたら、辻褄が合う気もします。動画加工説も町おこしでチームがいるとしたら、難なくこなすことができますよね。たくさんの矛盾点を解決するには、この説が非常に濃厚なことが考えられます。ハビエル氏は今後どうなるのか。ハビエル氏は2023年に帰ることはできないと話しています。それがどのような意味を指すのかは分かりませんが、今後も SNS での配信を続けていくことが予想されます。まだまだこのハビエル氏の動画には世界中の人々が関心を持っているのは事実です。これが本物なのか、それともフェイクなのか、明かされる日はやってくるのでしょうか。今後もハビエル氏には注目していく必要がありそうですね。タイムトラベルの現象、そしてタイムトラベラーの末路とは。ようこそ、ナビゲーターのルカです。60年後に戻ってきた少年トーマス・ジョンソン君は、ニューヨークの農場で両親と暮らす10歳の少年。幼い頃から農場で友達と遊ぶことが大好きな男の子でした。しかし一つだけ、父親からそばに近づくことを禁じられている場所がありました。それは家のそばに広がっている人の手で作られた湖でした。トーマス君が湖の近くで遊んでいると、父親が湖には絶対に近づくなと警告するのです。父親はトーマス君が溺れる心配をしていたのでしょうか。実はそうではありません。父親は動物が湖に行ったまま戻ってこないという不可解な現象を経験していたため心配していたのです。しかし幼いトーマス君は父親の警告を気にせず、1912年7月、友達と湖に遊びに行きました。トーマス君と友達は湖にどんどん近づいていくことに。すると友達が目にしたのは突然できた大きな渦。一体どうなっているんだろう。好奇心旺盛なトーマス君は渦をよく見ようと近づきました。その途端、トーマス君は渦に巻き込まれ、水中にそのまま消えてしまいました。友達は慌てて父親を呼びに走りましたが、もう間に合いませんでした。父親が湖に入った時には、そこに息子の姿はなかったのです。父親が警察に捜索願いを出し、大規模な捜索が始まりました。警察は何週間も探しましたが、トーマス君はどこにも見つかりませんでした。責任を感じた父親は、時間が経つにつれて、ますます自分を責めるようになりました。ただ息子を思い出すためだけに悲しみに打ちひしがれて湖のそばを歩くことが日課となります。トーマス君が見つからないまま月日が過ぎること60年、もう彼のことは忘れられかけていたところへ、1970年7月に思いがけない出来事が起こりました。この年に91歳となった父親はいつものように息子を思いながら湖のそばを歩いていました。彼はふと湖に渦ができているのに気づいたのです。60年前に息子の友達が話していた渦と同じです。遠目から眺めていると、なんと水面に中学生くらいの少年の姿が。父親はすぐにこの男の子が誰だか分かりました。そう、忘れられない息子のトーマス君だったのです。男の子は父親を不思議そうな顔で見つめながら父親と少し会話をすると、トーマス君はこの老人が自分の父親であると認識しました。そして父親もトーマス君が15歳の少年に成長していることを知りました。警察はトーマス君が戻ってきたことを知ると、トーマスという名前の老人の財産を乗っ取ろうとする詐欺師なのではと疑いました。しかしその疑いはすぐに晴れることになります。警察はトーマスについていくつかの質問をし、少年は正しく答えました。しかも指紋を採取して確認したところ、1912年に失踪した男の子のものと一致したからです。父親は長い年月を経て息子が戻り、自分の目の前に立っていることが信じられませんでした。しかも60年も経っているのに、息子はたったの5歳しか年を取っていないのです。動揺していたのは、実は当の本人であるトーマス君も同じことでした。失踪してからトーマス君にとっての5年間、実際は58年間に何があったのか、そのことについて彼は全く説明できなかったのです。なぜ58年後、彼は68歳ではなく15歳の少年として戻ってきたのでしょうか。神隠しにあったのか、それとも目に見えない次元の入り口に入りタイムスリップしたのか。タイムポータルを通って地球よりも時間がゆっくり流れる場所へ旅していたのでしょうか。あまりに謎だらけの現象は立ちどころに話題となりました。遠いところからわざわざ2人の元を訪れる人々が相次ぐ事態となったので、親子は住所も身分も変えたそうです。結局トーマス君は5年間自分がどんな世界にいたのか、そこで何を見たのかを誰にも明かしませんでした。私たちとしては気になるところですが、父親にとってはもはや関係ないことでしょう。60年ぶりに息子と再会できたのですから。タイムマシンの開発に挑戦した青年マイク・マーカムは電気工学を専攻している21歳の青年。友達と比べても頭脳明晰な学生でした。彼は1995年初頭、電気工学の知識を生かしてミズーリ州スタンベリーの自宅裏でタイムマシン作りに挑戦しました。理由は単純。宝くじを当てたかったから。そのためには未来の宝くじの当選番号をどうしても知る必要があります。学生で大した道具も持っていないため、マイクは容易に入手できる身近なものを利用しました。2極のワイヤー間の空気抵抗を減らすため、CD のレーザーを使ってみると、連続して電気スパークが発生。この見た目から、マイクは自分が作った装置をヤコブのはしごと名付けました。ヤコブのはしごをいじっていると、円形の熱の渦のようなものができたので、ネジを投げ入れると奇妙な現象が起こりました。ネジが空中で消え、1秒後に数メートル先に再び現れたのです。ネジは時間を移動したのでしょうか。もしそうであれば、タイムマシンを作るためには、より大きなパワーが必要です。マイクがさらにテストを重ねると、あろうことか装置が燃えてしまいました。それでも彼はめげず、別のマシンを作ることにしました。今度は大きな変圧器がいります。新しい変圧器は値段が高くて買えません。何としてでもタイムマシンを作りたかったマイクは、地元の工場から大型変圧器を6台盗むことに。しかし1台 130kg もある変圧器を何とか運んだは良いものの、彼の実験はまたもや失敗してしまいます。代わりに近所一帯で大停電が起こり、送電網を数時間停止させてしまいました。事態はさらに悪い方に発展。警察が令状を持って彼の家を訪れ、変圧器を盗んだ容疑で逮捕したのです。公判中、彼は自分の計画について語りました。研究所の資金を得るため、宝くじの当選番号を調べようとしていた。これからは隠さずにタイムマシンを開発したいというものです。裁判官はこれを聞くと、マイクの情緒に問題があると判断。刑期を必要最低限にとどめました。彼が刑務所で過ごした2ヶ月間の間に、彼は有名になり、多くの人が彼に興味を持ちました。出所後は超常現象をテーマに扱うラジオ番組、コーストトゥーコーストへのゲスト出演を依頼されます。彼はインタビューの中で、もう違法にタイムマシンを制作したくない。合法的に作るためには資金が必要だと話しました。彼が自分の電話番号を伝えると、設備と資金を提供してくれる支援者が何人か現れました。支援者の助けと寄付により、次のタイムマシンは以前よりも強力なものになりました。元のエンジンはキロワットで動作しましたが、今回は3メガワット用に設計。またマイクはアメリカ軍がフィラデルフィア実験で使用したものと同様の回転磁場を設置しました。回転磁場の方が効果的で効率的なのです。ですが、リスナーの多くはタイムマシンはデタラメだと嘲笑しました。こうしてそのうち彼の存在も忘れ去られることになります。ところが数年後、あるリスナーから彼のその後について尋ねる電話がかかってきました。それでホストがマイクに電話をかけましたが、一向につながる気配もしません。マイクは1997年以降、誰とも連絡を取っていなかったのです。いえ、誰もマイクと連絡を取れていないのかもしれません。マイクの友人によると、彼は最後の実験をすると宣言した後、消息を絶っているといいます。別のあるリスナーがこの話に興味を持ち、ラジオに電話して彼が聞いた奇妙な話を語りました。それは次のような話です。カリフォルニアの海岸で1930年代に男性の遺体が発見されました。男性は奇妙な金属製の筒の中で圧死していました。遺体から素性は判別できませんでしたが、そばには携帯電話のようなものがあったのです。1930年代に携帯電話はなかったはずですよね。それではないはずの携帯電話を持っているこの男性は誰なのでしょうか。実はマイクが2度目にゲスト出演した際、もしタイムマシンが完成したら何を持っていくかと質問されたことがありました。それに対してマイクは携帯電話だけを持っていくと答えています。加えて彼は、本物のタイムマシンの完成まであと30日だとも明かしていました。このことからマイクは過去にタイムトラベルしたのではと推測されました。そして何らかのことに巻き込まれて圧死してしまったのではと。ところがマイクは再び姿を見せることになりました。それは2022年2月ネット上でのこと。マイクは超常現象フォーラムで1930年代に移動して死んだなんてことはないと否定。金銭的な問題でハワイに引っ越したが、なかなか馴染みづらいと感じたため、オハイオに戻っていると明かしています。マイクにしては珍しい発言であるため、ユーザーたちは本物のマイクであることを証明するよう求めました。ただ、彼は何の証拠も出していません。ここまでタイムトラベルをしてきたと思われる人々についてご紹介してきました。ここからは実際にタイムトラベルをしてきたと主張する人々をご紹介します。彼らはどの時代に行き、何を見てきたのでしょうか。一緒に彼らの話を聞いてみましょう。ロサンゼルスは西暦5000年に沈没する。どこからともなく現れた男性、エドワード。彼は自らをタイムトラベラーだと名乗りました。そして顔を隠し、声を加工することを条件に、インタビューに応じます。彼はこう語りました。西暦5000年に見たこと、観察したことをすべてお話しします。エドワードの話によると、彼は2004年に極秘プロジェクトに参加し、3000年後の未来を旅したそうです。彼は西暦5000年の世界に到着すると、木星の台の上に降り立ちました。西暦5000年なのに木星？皆さんは不思議に思われたかもしれません。木星の台なんてまるで昔の世界みたい。ですが、西暦5000年の時代には全てのものが木で作られていたといいます。エドワードは未来でもロサンゼルスにいました。現在と唯一違う点はというと、彼は沈痛な面持ちでおもむろに写真を取り出しました。そして、最も興味深い情報がこれです。沈没した街の写真です。画質は鮮明ではないものの、写真に写っているのは水没したロサンゼルスの街の姿。地球温暖化の影響で氷床が溶け、陸地が沈み、その時代に生きている人々は獣人化したのだとか。すべてのものが木で作られているのは、未来の人類は巨大な木のプラットフォームの街で水に浮かびながら生き延びているからという理由。この文明は5000年までに終わりを迎えたそうです。あれほど栄えているロサンゼルスが西暦5000年には沈没してしまうなんて、絶望的な表情を浮かべている皆さんの顔が思い浮かびます。けれども、こう思っている方もいるでしょう。いやいや、エドワードという男性は本当にタイムトラベルしたのか？写真がタイムトラベルの証拠だというが、加工した偽物の写真なのではないかと。物理学者たちも1000年スパンのタイムトラベルはフィクションの中でしかありえないと言います。ところが自身をタイムトラベラーだと名乗る人々は後を絶ちません。今度は未来からやってきたというタイムトラベラーが現れました。2030年からやってきたタイムトラベラー。ノアという男性が2018年、自分は2030年から来たタイムトラベラーだと名乗りました。彼の姿は動画でも公開されています。彼は未来の政府の秘密工作員であり、メキシコの麻薬カルテルを阻止すべく現代にやってきたのだと自己紹介。彼によると、チームの一人が間違いを犯したことで、グループ全員が解雇され、2018年から抜け出せなくなってしまったそうです。そんな彼は、2018年の世界に滞在している間に、未来のことや、タイムトラベルのことについて詳しく語っています。例えば、来る大統領選挙ではドナルド・トランプが再選すること、トランプ後の大統領は誰かという名前は明かしませんでしたが、未来のアメリカ大統領にはマーティン・ルーサー・キング・ジュニアの孫娘であるヨランダ・レニー・キングが就任するといいます。エリザベス女王が亡くなること、韓国とアメリカの間で戦争が起こるという予言もしました。また、インスタグラムの利用者は将来的にいなくなりますが、Facebook と Snapchat の人気が高まるそうです。さらに、生まれてくる赤ちゃんの遺伝子を改造できるようになり、特定の遺伝病を防ぎ、望み通りの赤ちゃんの姿にすることができるようになるとか。ノアは、現代人の質問にも答えています。ある人が、地球以外の惑星に人は移住するのか、と尋ねると、彼は科学者が火星に住むだろうと回答しました。何でも知っていそうなノアですが、彼については不思議な点がありました。それは彼の見た目。彼は50歳だと言いますが、どう見ても25歳程度の見た目をしているのです。何が彼の老化を抑えているのでしょうか。その理由は彼が持っていた薬にありました。ノアは最後に彼が実際に使ったアンチエイジング薬を紹介。時間移動中に年を取らないよう薬を飲まなければならなかったと言います。果たして彼の話は全て本当なのでしょうか。それともただの作り話なのでしょうか。タイムトラベラーの話は本当だと信じる人々は多くいます。その代表的な例がジョン・タイターのお話。彼は何者で何を語ったのでしょうか。見ていきましょう。タイムトラベラージョン・タイター。超常現象専門のラジオ番組コースト・トゥ・コーストに1998年7月、2通の奇妙なファックスが届きました。差出人はジョン・タイター。ファックスにはタイムトラベルが2034年に実用化するという予言と、2000年問題後に起こるだろう災害について記されていました。なぜ彼は未来に起こることを知っているのでしょうか。ホストが読み上げた2通目で、ジョン・タイターは自身について2036年から来たタイムトラベラーであると紹介しています。1998年4月にやってきて、この3ヶ月間で出会った人々に愛着を持っているが、またすぐに未来に戻るとも綴っています。2000年になると、同じような経歴を持つ人物がタイムトラベル研究所のフォーラムに現れました。その人物はタイムトラベル_0というユーザー名を用いて、ファックスと似た内容を投稿しました。2001年1月にはジョン・タイターの名前でラジオの BBS フォーラムに投稿するようになったのです。彼は自分はタイムトラベラーであるから何でも質問を受け付けると書き込みました。そして2004年から始まる未来の出来事について語り始めました。世界に疫病が蔓延し、オリンピックは中止される。アメリカは派閥に分裂し、ロシアは EU や中国、アメリカの主要都市を破壊するだろう。今日の世界情勢と照らし合わせてもどこか当たっているような気もしますね。でも実際に起こったことと少し違う点があるのは、彼が未来に関する出来事を書き込んだ時点でこの世界の未来は変わってしまうからです。から実際に起こることと彼が見てきたものとの間にはズレが生じてしまうようです。このジョン・タイターという人物は何者なのでしょうか。彼によると、私たちとは 1〜2% 異なる別の世界線に生きているようです。タイターの使命は2年後に迫る2038年問題に対応すること。2038年問題とは、パソコンが一斉に誤作動する恐れのある問題。これに対応するためには、デバッグ用の IBM5100 を入手する必要がありました。彼はタイムマシンの写真と説明書、軍事ロゴまでアップロードしています。しかし、未来の話が一貫していないことを指摘されたことを機に、タイターは2001年4月に投稿をやめています。タイターについて個人的に調査していた人物は2009年にフロリダの弁護士の男性とその兄弟である計算機学者の男性が捜索した可能性が高いと発表しました。加えて話の捜索に関わったという人物によれば、何らかの目的のために行われた社会実験的な試みであった可能性が示されています。ところがその後、21世紀の服装をしているヒップスターという男性が少し前の時代にカメラを持って立っている写真が流通したのです。彼は本物のジョン・タイターだったのでしょうか。タイターの予言はその多くが外れていました。それでも彼を本物のタイムトラベラーだと信じる人々は今でも残っています。それはどこかに彼の話は本当だと信じさせる要素があるからでしょう。いかがでしたか？今回は様々なタイムトラベラーたちについてご紹介しました。世の中には実際に体験しなければわからないことがあります。タイムトラベラーたちの語ることは真実なのか、それは実際に体験してみることで初めてわかることなのかもしれませんね。